新西部で染まりづらいので、今後少しこっちにエッジをかけます。こんにちは、札幌占い美容師、早川慎です。地肌に薬剤をつけない方法を、レクチャーしていきたいと思います。コームの、この櫛の部分を使って塗るんですけど、7センチぐらいのリタッチが今ありますね。薬剤を工夫させていただいて、コームでこの時にコームをあんまり強く入れすぎるんじゃなくて、軽くふわっとこう浮かせながらちょっとやっていくんですが、この時にこのコームの角度なんですね、これをこうするのか、この0度に対してステムを90度引っ張りますね。それに対してこのコームをこうするのかこうするのかでかなり変わってくるんですね。例えば根元側の方が新西部で染まりづらいので、コームを少しこっちにエッジをかけます。そうすることによって薬剤の溜まり方がこっちに溜まって、こっちへは薄くなります。中間を発色させたい場合はこのエッジをこっちに返します。そうすることによって薬剤がこっちに溜まりやすくなるので、このコームのエッジをどっちにするかっていうのが結構大切ですね。でその時に一番大切なのは、このステムを90度にしっかり、頭皮に対して90度にしてるかっていう部分ですね。90度にして、であんまりコームを力強くこうしごくっていうよりは、柔らかい形でやっていった方が綺麗に塗布ができます。あまり強くやってしまうと表面の薬を取ってしまうので、軽くやった状態で、今日の場合はここを明るくしたいのでエッジをこっちに効かせますね。その状態で軽くやって根元の方をぼかしていきます。